こんにちは、アンゴロです。今回の話題はこれです。ドーン、エンタテビットコインが年初来高値を更新。そこは固まったのか。で、ガチャスチャート、発射準備 OK。 これはビットコインの冷やしです。最高値は2021年11月10日につけた779万4千円。量的緩和の縮小決定を境に下降トレンドに入り、オミクロンショックで600万円を割りました。2022年に入っても下落がつき、1月24日に年初来安値の375万円まで下がりました。2月に大きく反発したものの、ロシアの戦争懸念とアメリカの大統領令懸念で再び下落し、ロシアが戦争を開始した2月24日に394万円まで下がりました。しかし半日で元の価格に戻り、ルーブル建てビットコインの出来高爆増ともに上昇して500万円に回復しましたが、ロシアが原子力発電所を攻撃した途端勢いがなくなりました。そして3月22日から7日連続の陽線をつけて上昇し、急激な円安進行ともに円建てビットコインが急騰。年初来高値を突破して3月28日に高値595万5555円まで上がりました。7日連続陽線が始まる直前に発表された気になるニュースはこれです。ドーン、取引所外へのビットコインの資金移動が増加傾向。過去24時間では1月29日以来最大。主要な暗号資産取引所から15日間で約6万 BTC 相当の出金が確認された。過去24時間で1万 5000BTC のアウトフローは1月29日以来最大規模。取引所への入金や出金が増えるのは市場心理に大きな影響を与えます。取引所へのビットコインの入金が増えるのはコインを売る需要が増えている可能性が高いことを意味し、逆に取引所からビットコインの出金が増えるのは長期保有目的でコインを外部に送金する投資家が増えている可能性が高くなります。状況を確認します。ずっと、これは取引所のビットコインフローです。具体的には取引所にビットコインが着金した枚数から取引所からビットコインが送金された枚数を引いた値を日ごとに集計したものです。青色の縦棒は流入の方が多かった日、赤色の縦棒は流出の方が多かった日を表しています。データの取得元はニュースと同じ Into the Block で、 Into the Block では10個の取引所が集計対象になっています。ニュースになった3月21日は日中にマイナス1万4000枚以上記録したようですが、その後流入が増えて、その日はマイナス1万377枚で終わりました。3月15日にマイナス1万2963枚をつけているので、3月21日のマイナスは1月以来ではなく約1週間ぶりとなり、それほど大きなインパクトではありません。ちなみに2022年のマイナスの最大は1月29日に記録したマイナス6万3525枚です。次っと、これは2021年以降のビットコインフローです。2021年以降のマイナスの最大は2021年4月18日に記録したマイナス7万957枚。プラスの最大は2022年1月31日につけたプラス3万2310枚です。全体的に見て大きなマイナスが目立っていますが、日数で見ると全部で450日のうちプラスは259回。マイナスは191回なので、プラスの日の方が多いです。プラスの平均は4377。マイナスの平均はマイナス6022。つまり、マイナスはプラスよりも日数は少ないけど、1回あたりの枚数は大きくなりやすいということです。この結果に何か違和感を持った人は、ナイスです!ずっと!これはグラスノードが公開しているビットコインフローです。グラスノードが集計対象にしている取引所は全部で18個ありますが、比較するために Into the Block と同じ10個の取引所で集計しました。チェンジ!これは Into the Block。チェンジ!これはグラスノード。全然違うね。ニュースになった3月21日は、グラスノードではマイナス4545枚という少ない枚数になっています。今年の最大は3月11日につけたマイナス32205枚です。チェンジ
これは2021年以降のグラスノードのビットコインフローです。チェンジ。これはイントゥーザブロック。チェンジ。これはグラスノード。全然違うね。2021年以降のマイナスの最大は、2021年7月28日に記録したマイナス 58,437 枚。プラスの最大は2021年5月17日に記録したプラス 31,793 枚。このように最大をつけた日も大きさもグラスノードとイントゥーザブロックで異なります。イントゥーザブロックの説明文によると、ビットコインフローのデータは自社開発した機械学習システムが取引所アドレスを識別していると説明しています。二つのデータがあまりにも違いすぎるので、どちらかを正とする必要がありますが、現在はグラスノードを使っている投資家の方が多く、価格が大きく動いた時のフローの反応はグラスノードの方が想定に近い反応をしていることが多いので、このチャンネルでは今まで通りグラスノードの方を重視します。利用するインジケーターを選ぶときは、使っている投資家が多そうなインジケーターを使うのがおすすめです。ちなみに、ドン！これは18個の取引所で集計した結果です。最大をつけた日は10個の場合と同じです。次、ドン！これは2011年から現在までの月別のビットコインフローです。右側の黄色以下はコロナショックの2020年3月以降です。プラスの過去最高は2017年3月につけた23万枚。マイナスの過去最高は2020年10月につけたマイナス10万枚。コロナショックまでは青の月がとても多いです。コロナショック以降は赤の月が非常に多くなり、今月の2022年3月は現時点でマイナス 59,276 枚。このように流出の方が多くなりやすい流れがコロナ以降続いていて、今月も大きなマイナスになりました。次っと、これは2011年から現在までの取引所のビットコインの保有量のチャートです。灰色の線は取引所が保有しているビットコインの枚数、赤色の線は流通枚数の何パーセントを取引所が保有しているかを表しています。2011年から2020年の間で長期の減少がついたのは、黄色い部分の2016年中旬から年末にかけての半年間だけで、それ以降は長い目で増加が続きました。コロナショックの2020年3月14日、17.19%、枚数は314万枚。そこから減少傾向にあり、2022年も減少が続いていて、3月に 13.1% まで減っています。13.1% 以下をつけるのは、2018年2月以来の約4年2ヶ月ぶりです。枚数は250万枚なので、最高から64万枚減少しました。ずっと！これはホドルウェーブです。ホドルウェーブは保有期間別のコインの割合のチャートです。青い線は最後に送金されてから6ヶ月以内のコインの割合です。この動画では短期ホルダーと呼びます。赤い線は最後に送金されてから6ヶ月から5年のコインの割合です。中期ホルダーと呼びます。緑色の線は最後に送金されてから5年以上が経過しているコインの割合です。長期ホルダーと呼びます。青と赤と緑色のパーセントを足すと 100% になります。オレンジ色の線はビットコインの価格です。チャートを見るとわかるように、青と赤の線が近づいたり離れたりを繰り返しながら推移しています。注目はここです。ドーン！茶色の期間は青と赤の線が超接近、または青の方が高くなっている期間です。この期間中の価格を見ると、最高値をつけた後急落して下降トレンドに入っていることが多いです。つまり、短期ホルダーの割合が中期ホルダーの割合に近づいたら、価格の急落と下降トレンド入りを警戒する必要があります。右側を見てください。短期と中期の割合はまだ十分離れています。青い線の短期ホルダーの割合は2020年1月末に過去最低の 23.1% まで下がりました。緑色の線の長期ホルダーはじわじわと増え続けていて、1月末に過去最高の 23.2% まで上がり、なんと一時的に短期ホルダーの割合を超えました。その後短期ホルダーの割合が増えて、3月27日の短期ホルダーは 24.9%、中期は 52.2%、長期は
23.0% です。以上がホドルウェブです。まとめと、ビットコインの価格は2020年後半から爆上げが始まり、2021年4月に最高値付けたと半分まで下落し、再び上昇して2021年11月に最高値付けたと半分まで下落という大きな値動きがついていますが、コロナショック以降、取引所の保有枚数は減りつけ、5年以上保有する長期ホルダーの割合はじわじわと増えつけ、短期ホルダーの割合は波打ちながらも減少し続けて、今年1月末に過去最低を記録しています。以上から、今後も戦争や規制のニュースなどで価格が急落する可能性があるので油断はできませんが、コインの保有の流れのオンチェーンデータの観点では、ビットコインの信頼は確実に底が固くなり続けています。カッチカチになるで。以上、エンダーピット君が年初来高値を更新、底が固まったのか、の回でした。この動画面白かったらグッドボタンします。富太郎さんご参加を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。